マックール、マーベ国でお会いして。黒い忍者、新顔がいるな。待って、マックール、私たち今は。へえ、みんなの知り合いだけあって。おい、この殺気本気だぞ。私たちは敵だと思っていないのですが。そういうことなら叩く血祭りにしてやる。マックールってば。もう、力を示す。お、今だ。この一撃で。体が覚えてるぞ。この一撃で。これだ、これだ。無駄。こい、こっちだよ。もう。こんなのどう？まだまだ。閉めろ。おしまいだよ。よっ。よっと。おっと。お任せください。行きますよ。これだ。食らうなよ。はい。いてつきなさい。よ。ゆうきさん、やつ。しゃべー！てててよ、今だ。こんなのどう？こい。よ、もう。林、落ち着こう。こい、こい。そら、は。こんな主体を晒すとは。簡単だったね。まだ余力があるよ。待て、ミヤビ、私は負けを認めている。話を聞け。マックールは記憶がないんだろう。そしてその感情のなさ、私にも経験がある。そんなミヤビちゃん基準で。そ、何？俺に足りなかったのは死の恐怖だったのか。それならば俺を痛めつけろ。マックールさんも信じないでください。みやびさんと同じ理由で記憶喪失になったとは限りませんし。あ、そうか、すまん。いや、私も悪かった。しかしならどうする。数々の記憶喪失を克服してきた私の出番ね。記憶喪失なんて物語の終盤になると。それはネプチューノの話でしょ。そんなことで解決したら苦労しないわよ。何？ただ待てばよかったのか。ならば天井裏に隠れて時を待たねば。信じるのかよ。そうか、すまん。拉致が開きませんわね。一体いつから記憶がないのか話していただけますか。気づいた時、俺はどこかの街道にいた。そこで通りかかった者に自分のことを聞き、どこかの着難に似てると言われた。着難というくらいだからきっと大きな家だと思い、一番大きな家を探し家族との再会を願い帰った。当たり前だろ、お前は女なんだから。信じやすい性格は今と変わってない。すまん、俺は。またそれか。そう言われるとどうしようもない。皆さん静かに、今お話を聞。他にも魂のかけらを探せと言われたこともある。それよ、それっぽいの出てきたじゃない。いや、関係ない。一つも見つからず、どんなものかもわからん。だが記憶を探すうちに似たようなことがあり、戦って守って隠れて逃げて。俺は強い。俺に残されたのは体に染みついた忍術のみ。ん、話は終わり？それで君はなんで忍者と戦ってるの？何？そうか、俺は忍者との戦いの中で記憶を取り戻そうとしていたのか。まさかなんとなくで戦いを挑んでいたのですか。まあ、随分いろいろなことを試されていたようです。スチームレギオンの忍者、やつは俺を知っている素振りを見せた。ヨウゲーマのことですね。それであなたもスチームノヴァに向かっていて、
その道中で私たちを見つけ襲ってきたと。そうだ、新しい忍者と戦っておきたかった。そんな理由？そこは記憶は失ってたからじゃないんだ。ねえ、悪いやつじゃないみたいだし、誘ってみるのはどうかな。それもそうね。ねえマックール、私たちもあの船に行くんだけど一緒に行く？その代わり今後いきなり襲いかかっちゃダメよ。行こう、ゴーだけにな。ゴーな、すまん、名乗るタイミングを失っていてな。やっぱりね、君は変わってるから仲間になれると思って。こっちだよ。もう何かな。ほい。痛いよ。よっと。はっ。うん。それ。山。今を耐える。ふっ。効かない。何かな。もう。ふっ。よっと。よっと、もう、ふっ、邪魔、ほい、こっちだよ。ふう、もう終わりか。こっちだよ。こい。よっと。こい。今は耐える。行くよ。そら、ふっ、邪魔、ほら、よっ、もう、ふっ、よっと。もう終わりか。よっ、山、今は耐える。ふっ、邪魔、ほら、そこ、えい、えい、そこそこそこ。ふう、もう終わりか。今だ。簡単だったね。こっちだよ。よっと。こっちだよ。よっ、はっ。こい。こっちだよ。こっちだよ。やっ、やっ、
そろそろ。あ、酔うゲイマ、船の中までお預けか。しかし船の中は強敵だらけかもしれませんわ。あれ、失敬。これは無意識のうちに忍んでいたでござるな。拙者、女性に声をかけるのは。皆さんは冷静さや注意力が足りませんわ。ここはすでに敵地、常に気を張っていなければ。俺の体は無意識のうちに気配を探っている。常に臨戦態勢だ。ん？まだ足りんでござるか。まさか拙者の忍者の適性がここまで強力とは。自分を捨て使命を果たすでござる。まあまあ、二人とも、そんなに気を張ってたら本番前に疲れちゃうよ。待て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 、なぜ無視をする。な、何者ですか。最初からいたでござる。意味深に、訳ありげに、怪しげに、いかにもな雰囲気を漂わせて立っていたのだ。すまん、俺は気を…関係ないでござろう。さすが拙者、見事なまでの存在感のなさ。声が小さくてよく聞こえなくて。あの、名乗るときはもっとこう胸を張って。なんて優しい少女でござるか。あ、アスカ殿は天使のようでござるな。そんな大げさな。でも、うん、頑張って。我こそはスチームレギオンの資格にして豪将アフィモージャ様に仕える忠義の忍者ステマックス。ステマックスさん、やればで。おい、資格？敵じゃねえか。何仲良く教えてんだ。それにバカな。俺に気づかれずに接近するとは。貴様も忍者か。かなりのつ。ええ、さすがは資格。まさか私たちに察知されずに近づくとは。え、いや、待つでござる。なんだこいつは。お前が注目されるようなの。何者だ。そ、いや、確か金のためなら何でもやるって豪商で、あまりに悪どい稼ぎ方をするものだから、鳩の国の出入りを禁止され追放されたはず。そのアフィモージャスがスチームレギオンに加わっていると。あ、アフィモージャス様は宣伝隊長兼金庫番として。拙者がアフィモージャス様から与えられたの任務は、ここでお前たちは聞き取りづらい。ステン、拙者にはアスカ殿がついているのでござった。敵に塩を送られないと話せないのに、まともに戦えんの。心配無用でござる。拙者は長年のストーキングから、貴殿らの弱点はすでに。何？俺の弱点だと。ぜひ教えてくれ。今の拙者は紳士、教えるでござる。それは
貴殿らのけしからん巨乳でござる。けしからん？え？あ、確かに。うん、足元って水。そんなことですか。今更ですわね。それなら私たちにはそんな姑息な手の通じない頼もしいな。ええ、その通りよ。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた狂戦士。私は怒ったぞ。忍者ステマックス参るでござる。こっちだよ。よっ、この刀なら。あったれ。こい、よっと。本気出しちゃおうかな。とどめ刺すよ。じゃあね、バイバイ。林、落ち着こう。そこそこ。まだこれぐらいで。よっと、そら、ふっ、よっと、はっ、ふっ、よっと、よっ、せーの、まだまだ、こんなのどう？おしまいだよ。こい、こっちだよ。もう、ふっ、あったれ、そこ、よっと、こっちだよ。もう。よっ、もうユミ、お任せください。はっ、これはどうですか。はっ、そこです。これはどうですか。これは好奇。勇気さ、休んでてよ。よっ、もうふっ、いくよ。拙者の忍術が通じないとは。かくなる上は、上はこんなもん聞くか。てめえ、ブラウン、どうしたの。これはハレンチ合衆ですわね。際どい格好のコスプレ美少女がいっぱい。ベール、冷静に分析しないでよ。くだらない。もう手に入らないものもありますし、捨てるには少々もったいないですわね。それにノワール、そう言いながら一冊手に取っているで。これは違うわ。どんな服か少し気になっただけ。この派手な服装は何だ。しかも薄着。コスマロはそういう風に見える作風が売りですわ。履いているのかいないのか、つけているのかいないのか、でもないように見える。今がチャンスでご。ちょっとみんな、逃げられちゃったわよ。手裏剣でもなく、こんなハレンチのものをばらまくなんて。私たちだな、参考資料ってわけにもいかないしな。ここに俺の記憶の手がかりがあるかもしれない。さすがにそれはないだろう。ええ、マックールがどんな記憶を失ったのか気になってくるわね。考えても仕方ないわ。ささっと燃やすわよ。良いぞ。そしてフォロワー数を巨額の金に変えてこそ真のインフルエンサー。おお、コスマロの新作金髪巨乳くの一書。アフィモージャス様、ステマックス、ただいま。うん、ご苦労して。どうだった、お主。そんな、拙者など申し訳ないでござる。うん、
何を謝る。わしが命じたのは目が。ところでセマックスよ、お主に命じたもう一つのあれ、あれはどこだ。コケツ国にて独占販売されていたハレンチ画集は。それが回収自体はしたでござる。やはりお主は期待を裏切らぬな。ささ、どうした。忠義の忍者でもあり同行の師でもあるステマック。情けないでござる。アフィモージャス様が心待ちにしておられた画集、我が身かわいさで奴らに投げつけ。拙者は何も言う権利はない。よい、お主が無事なら画集はまた手に入るかもしれぬが。もしかして泣いておられるでござるか。ご安心を。拙者もアフィモージャス様と見るためまだ中を見てござらん。違う、これはお主の無事に涙したに決まっておる。だがわしらは喜びもか。脅威捨てんな。アフィモージる。目が覚めたようだの、アール姫。居心地はどうぬの。四つぼ太夫、最悪です。早く勇気のもとに返してください。この砦はいわば自分の王国だの。ここは誰も知らず探しに来ることはできない。だから安心するといいだの。こんなところに閉じ込めておいて。でも安心はしています。勇気は必ず探し出してくれますから。ルフフ、ビジョンなら無駄だの。こんな洞窟を見せられても手がかりにもならん。私の力のことも知っていたのですね。わしは姫のことなら何でも知っとるだの。姫としての重圧に苦しんでいたこと、わしが解放してやるだの。私は V の国の姫であることに誇りを持っています。ルルフフフ、強がってる姿も可愛いだの。自分の気持ちに正直になったら楽になるだの。お主の気持ちを受け入れる準備はすでにできているだの。何を勝手なこと。時間はたっぷりある。いろいろな話をしてやろう。わしがどれほどお主を思ってきたか。やっと着いた。すっごいエネルギーが溜まってるように見えるけど、あれでどのくらいなんだろう。すぐそこに姫が。もう手が届く。ユキ、それじゃあダメよ。いくらやっても届く。でも安心して。なぜ船の真下に来たか教えてあげる。空に浮いている大きな建物がある場合、私たちがすること。へえ、コンパ流の忍術か何か。いいね、やってみせてよ。確か船のちょうど真ん中の下にある人一人分くらいの範囲を探すの。この辺かしらね。そして立って待つ。すごい簡単そう。私も行くね。何これ、納得いかない。ここだね。揃ったわね。それじゃあ行きましょう。行くってどこへ。砲撃を止める姫を探す。偉そうな人がいる場所、司令室かな。もうそこでいいよ。行こう。どうせ考えたってわかんないでしょ。そうね、考えたとしてもどうせ道なりに進めばボスがいると思うし、
私に任せといてよ。よっと、よっと、よっ、もうせい、ほら、そら、ふっ、邪魔、どいて。そら、よっ、もうよっと、そら、いや、山、今は耐える。こっちだよ、そら、せーの、よっ、はっ、こい、よっ、はっ、邪魔、ほら、そら、やったね、ふっ、もう終わりか。来い。来い。来い。こっちだよ、そら、行くよ、そら、山、今は耐える、行くよ、この一撃でこんなのどう、おしまいだよ、そら、もう終わりか。よっ、はっ、せーの、まだまだ、この一撃で邪魔しないで、簡単だったね。こっちだよ。ふう、もう終わりか。何かな。なんだか広いところに出たね。どっちかな。待っていたでござる。おい、てめえ、ふざけた手を使い、散々バカにしておいて。拙者、バカになどしてないでござる。たとえ敵であっても。確かに、弱点が何かってだけで、バカにはしています。ブランの単なる被害妄想ではありますが、これはもう諦めた。あなた、さっきやられたばかりよね。それに最後は逃げ出すし。あれを。取り戻しに来たでござる。拙者、一時の気の迷いでとんでもないことをしたと後悔し。あれって私たち。ハレンチ合衆でござる。そんな全然気にしなくていいよ。ああいうのを持ち歩くのは普通のこと。ま、人それぞれだし、別にとやかく言うことでもないわ。そこまで落ち込むな。もう遅いでござるよ。さあ、あれを返すで。あのステマックス、怒らないでほしいのだけど、画集なら燃やしちゃったわ。なんと、拙者がアフィモージャス様より回収を命じられた大切な画集。ごちゃごちゃ逆切れでござるか。
だから現実の女子は。ならば拙者もこれより修羅となろう。そんな、さっきまでとは別人のような気迫。あの画集、そこまで大…忍者ステマックス、参るでござる。そら、この刀ならば、こい、そら、ひ、一気に行くよ、はっ、せーの、ついてこれる。お命頂戴いたす。なに、しつこいよ、あったれ。本気出しちゃおうかな。とどめ刺すよ。じゃあね、バイバイ。よっ、こっちだよ。よっと、もうお命ちょうどいいです。そっかいよ。ふう、もうこっちだよ、こっちだよ、こっちだよ。もう今だ。こんなのどう？どう？そら、こっちだよ。そら、おいのちょうどいいです。え、今だ。あったれ、あったれ。もう終わりか。ほい、よっ、はっ、いくよ。まだまだ、まだまだ。しつこいよ。そら、ふっ、せい、ほら、そら、邪魔、遠慮しないよ。そら、行くよ。ついてこれる、ついてこれる。しつこいよ。よっ、よっ、そら、よっと。こっちだよ。危ない。ユミ、お前。はい。林のごと指定名力。行きますよ。はあ。後悔なさい。出せたようです。ここで倒れてはハレンチ合衆に多くの子顔向けするものもなくなっちゃったんだし、しなくてもいいわよ。そうでござった、アフィモージャス様。申し訳。忠義だけは忍びとして見習うところがあったよ。終わりのようです。甘い。いてつきなさい。本気で行きます、本気で行きます。消えていただきます。休んでてよユミ。ハニファ4人、いてつく奥義。このハニファの演武、ご堪能いただけましたか。お見舞いします。
はい。いただき、よっと、よっはっ、ふっ、せーの、この一撃でついてこれる？こい、よっはっ、まだこれぐらいで、よっ、そうね、当たれ、こい、こっちだよ、そら、よっはっ。本気出しちゃおうかな。とどめ刺すよ。じゃあね。バイバイ。簡単だったね。いただき、よっと、こい、ノバジェネスを止めなさい。姫を返せ。貴様がヨウゲイマだ。うるさいうるさいうるさい。だいたいわしのどこがよ。わしは元豪将、今はスチームレギオンの宣伝隊長兼。紛らわしい。残念だが司法の捜査方法は知らん。ようは出かけている。姫など見たこともない。姫は捜査方法なんてわからん。わしが許すと思うか。ステマックスならさっき途中で会って倒したわよ。そういえばあなたに謝って。おのれ、ステマックスが。それは許さんぞ、貴様らは。我が波動の前に平伏するがよい。こっちだよ、こっちだよ、そら、今だ。まだまだ、こんなのどう。しつこいよ、そら、よっ、よっ、はっ、そこ、こい、行くよ、この一撃で、まだまだ。
まだこれぐらいで。ユミ、お任せください。この程度で。はい、し、し、そこです。はやしのごとし生命力。はい、し、いてつきなさい。後悔なさい。はぁ、眠りなさい。お見事です。来ます。せい、この程度で。それは、この程度で。はぁ、せい、そこです。はぁ、この程度で。はい、許しません。慈悲などありません。はぁ、ハニパの演舞ご堪能いただけましたか。はっ、林のごとし生命力を。行きますよ。後悔なさい。覚悟はよろしいですか。消えていただきます。はっ、はい、はっ、来ます。そこです。はぁ、はっ、来ます。はぁ、終わりのようです。せい、そこです。はっ、はっ、いてつきなさい。覚悟はよろしいですか。覚悟はよろしいですか。せい、ふっ、せい、林のごとし生命力を。し、いてつきなさい。本気でいきます。慈悲などありません。はぁ、ハニパの演舞ご堪能いただけましたか。し、はっ、せい、行きますよ。はっ、来ます。はい、はっ、はっ、後悔なさい。終わりのようです。本気で行きます。はっ、はっ、し、そこです。し、林のごとし生命力を。せい、許しません。覚悟はよろしいですか。消えていただきます。ふっ、はっ、ふっ、そこ、許しません。わしの王、僕と見るがいい。さっき、おどめじゃ。この程度で。はっ、せい、慈悲などありません。はぁ、ハニパの演舞ご堪能いただけましたか。し、いてつきなさい。せい、そこで。これは好機です。行きますよ。本気で行きます。はぁ、さあ、裁きの時間です。は、せい、ゆうきさん休んでてよ。よっ、もう、ふっ、邪魔。よっ、こい、これこれ。よっ、もう、ひどい。もう、せーの。はぁ、よっと。よっ、まだこれぐらいで。よっ、はっ、わしの奥義とくと見るがいい。はぁ、はぁ、これこれ。そら、もう、痛いよ。ダメー、てってって、危ない。なに、ひどい。これこれ、これこれ。ふっ、こい、本気出しちゃおうかな。とどめ刺すよ。じゃあね、バイバイ。この娘に屈するなど。
その心意気は買うが、膝がガクガク。こちらも時間がない。ノバジェネシスの止め方を教えろ。見逃すだぞ。確かにわしには勝ち目はない。アフィモージャス様、拙者、拙者は死んで。おお、ステマックス生きておったか。拙者、ステマックス。何？どういうこと？エネルギーを四方に溜め、そう見せていただけ。王の指示だ。わしの役目はここで貴様らの相手をし、足止めと時間稼ぎをすること。その割には。それはアフィモジャス、スチームレギオンの死。ええ、間違いないでしょう。大変、女神4人の。ええ、イースンやみんなが死。アフィモジャス、要はそこにいるんだな。知らんと言いたいところだが、シェアクリスタルを狙っているのならいるはず。そうか、ならば行くまで。こっちの質問にも答えて。姫はどこ？ヨウツボダユ。そちらは本当に知らん。ヨウツボダユはスチームレギオンに戻ってない。単独行動で決まりだ。おい、また嘘じゃないだろうな。なんでそんなペラペラ。わしは最初から嘘などついておらん。金を稼ぐための手段は選ばんが、嘘はつかん。これ以上スチームレギオンと組んでも割に合わぬ。要はわしらのことも捨て駒程度にしか思っておらん。わしらはスチームレギオンから離脱する。もう貴様らの前には立ちはだかることはない。ステマックスの命を奪わなかったことを感謝する。それでこそ嘘ではなさそうですわね。理にかなっているようにも。みんなすぐに戻りましょう。イースン、大丈夫よね？やはり来ましたか。それも私の想像以上に早かったようで。はっ、女神四人がいなければこんなものか。徹子の策は見事にはまったようだ。そうでもないようです。私たちがここに来ることは分かっていたのでしょう。あえて通告することでスチームノバに皆さんを向かわせ、その間に鳩の国を攻める可能性としては十分考えられること。 Exactly, you are correct. ミーは全面戦争でもよかったのだが、徹子が反対していてね。ハニバ4人や他のニンジャーがいる鳩の国相手ではこちらも損耗は避けられません。ですので、たとえ分かっていても回避できない手を使わせていただきました。あなた方の真の目的は何です？シェアエネルギーを集めて何を企んでいるのですか？どうする、徹子、答える必要などないが。イストワールさんであればいずれ答えにたどり着くでしょう。ならば構わないか。この世界は群雄割拠とは名ばかり。その二大国も慣れ合いのような戦ばかり。はい、停滞でも劇的な変化でもなく、緩やかな変化こそが平和というものです。ビッグブレイン、この大名はミーたちより優秀なのではないか。そうかもしれません。ですがそれでは私たちの入り込む隙がありません。それによりスチームレギオンに人を、忍者を集め、シェアを集めたのです。私たちではこの次元のシェアエネルギーをうまく扱えません。あなた方は別次元からの侵略者だったのですね。私たちを信奉し忠義を示す者がいる今、一つの勢力としてシェアエネルギーを制御することが可能となりました。それは偽りの信仰でしかありません。あなた方をこの世界の人々が認めるわけがありません。いいえ、真の群雄割拠を求める者、より良い待遇を求める者、不甲斐ない主君に失望する者、
彼らがスチームレギオンに鞍替えしている事実こそが私たちが勢力として認められていることの証拠です。この世界のシェアエネルギーをわざわざ別の次元へ持ち帰るつもりですか？その答えはノー。ゲーム人界に伝わる伝承を知っているな。かつて一人の忍者と一人の巫女が力を合わせゲーム人界を滅ぼさんとする悪鬼を打ち倒したという。その悪鬼は正確には死んでおらず、今も供物平坂という場所に封印され。あなたたちは一体どうやってそんなことまで調べたのですか？私がこの次元の歴史を調べました。一日あれば十分でした。一日あれば十分って、私なら三日はかかるのに。調査能力では徹子の方が上か。あなたたちの目的はまさか。もうお分かりですね。悪鬼を蘇らせる鍵はこの世界各国にある。ミーたちはそれを使い悪鬼を蘇らせる。そんなものを持ち出してまでこの世界を滅ぼす気ですか？いいえ、安心してください。この次元に解き放ったりはしません。それを約束するのと引き換えに、今後は邪魔をするのをやめていただけますか？それはできません。この国を守る立場の私がそんな言葉を簡単に信じることはできます。仕方ありませんね。こちらがすでに強引な手段を取っている以上、信じられないのも無理はありません。ロングスピーチは無駄だったな。まあいい、この国のシェアエネルギーを手に。皆さん、ここから鳩の国まで戻るんだよね。間に合うかな。船を残していった以上、スチームレギオンは足で移動している。急いでるのか？そうだ、見ればわかるだろう。お前の目当てのヨウ・ゲイマに会いたいなら急いだ方がいい。ゴーは細かい経緯を知りませんでしたわね。ヨウの目的は鳩の国のシェアエネルギーで、私たちのいない時を狙っています。ですので一刻も早く鳩の国へ、ヨウが城を落とすより前。わかった、俺に考えがある。こっちだ。あっという間に行っちゃいましたね。無口なゴーさんが言うぐらいだし、何か考えがあるのかな。わざわざ移動しにくい峡谷に来てどうするんだ？この布を使う。天かける忍術フクロウだ。あのゴーさんがそれで渡ったとして、私たちはどうすれば？このロープを使う。縄かける忍術綱渡りだ。私がやりますね。結構ごめん、ちょっとぼーっとしてた。何？それはすまん、俺は記憶というものを。ユキちゃん、待てる。ちょっと待った。聞くのも答えるのも本来ならしちゃいけないお約束でしょ。いろいろあるしね。ちょっと、またわけわかんないこと言って。ネプちゃんがそういうのなら忍術ってことで。そうだよ、忍術なら何でもできる。いくら忍術といってもフクロウはこんな重そうなロープを持って飛べますかしら。これは一番いい布。大丈夫だ。本当に行ったわ。おいおい、本当に大丈夫？あ、崖にぶつかった。待って、そこから崖を登って。準備が終わったようだな。あれれ、ノアル、もしかして落ちないかって心配してた。行きましょう。忍びならきっと落ちることはありませんし。何はともあれ、これで鳩の国に少しは早く。
っさと済ませよ。簡単すぎ。おっと、さて、集中するわよ。心が晴れていくわ。こっち？こっち？いつでもいい。修行か、いいぜ。調子いいぜ。こうか。準備はできてるぞ。修行か、いいぜ。